見てくれてありがとうございます。まだ見たことがないエリマキカイツブリがいるということで千里南公園に行きました。1月7日のことですね。綺麗な公園ですね。本当に整備されていましてね、西オジロビタキもいるそうですね。まずは牛が首池を覗きました。目と鼻の先にカワセミがいましたね。この牛が首池という名前ですよね。妙な名前ですよね、牛の首。ネットで見ますとね、昔秀吉続きで村人がですね、池の竜神、タツ神ですね、怒らせれば雨が降るんではないかということで牛の生首をこの池に投げ入れた、そのことが発端としてそういう名前がついたとも言われていますね。まあいろんな理由がありますからね。カワセミはですね、このどういうかな、大阪兵庫あたりでその短さというかね、人との距離でいきますとここものすごく近いですね。逃げないし、もうびっくりするほど近いところ止まってますね。もう本当にね、近すぎて羽の一本一本が見えるぐらいなんです、肉眼で。それほど近いんですね。こうしてね、くちばしが両方とも黒なのでオスですね。こうして池の中を覗いて突っ込みました。そしてね、口にくわえまして食べましたね。こういうことを何度もしてくれますね。小サギが休んでいましたね。ここ面白いのはこの池の端っこがですね、釣り堀になってるんですね。釣り堀のところで小サギがいましたね。この辺り釣り堀なんですね。カイツブリがよくいましたね。カイツブリもですね、こういうどういうんですかね、首が白っぽいタイプと左が夏バネに近い茶色っぽいのといますね。この茶色っぽい方は夏バネのように思います。大判もいますね、たくさん。まあ、こういうね、街中の池なんですがね、結構いろんな種類の鳥がいるんですね。池の中に小さな島がありましてね、その近辺でマガモのつがいがいました。この辺りですね、この池の中に島があって、小さな島ですがあって、木がいっぱい生えてますんでね、カワセミもいるんですね。そしてこの辺りは餌が豊富なんでしょうね。シジュウガレ、メジロも行ったり来たりしてますね。ヒドリガモがいました。赤エリカイツブリは1羽だけだそうなんで、抜けると見えなくなるんですね、移動されると。いましたね、赤エリカイツブリと、でちょっと影見えましたね。星ハジロがいますね。
星原ジドと赤いりカイツブリ、こういうね、あのどんぐりの木が垂れ下がるようなそういう池の周り、そういう場所を作ること大事ですね。全部道にしますと鳥が少なくなりますね。やはり都市の公園でもですね、どんぐりの木が水に入りますとカモの餌になるんですね。赤いりカイツブリ初めて見ました。ハジロカイツブリは甲子山で、カムリカイツブリは最近どこでもよく見ますね。で、先ほどのカイツブリと、そのどれとも違いますね。赤いりカイツブリ、赤い、今あの赤くないんですが、首はですね、夏場ねでは赤くなるのかな、うん、初めて見ましたね。あ、嬉しいです。こういうね、あの珍しい鳥を見るのはね、嬉しいんですね。探検発見ホットケン、何か食べましたね。ちょっと分かりにくいんですけどね、植物、水草のように見えますけどね、何だったんでしょうね。エビなんでしょうか。いろんな動作しますね。カイツブリらしく潜る場合と、今みたいに首だけ突っ込む場合と、もう堪能しましたね。これじっくり見ましたね。本当はかなりの時間見ていたんですけど、カットしています。ちょっと陸に目を向けますと、メジロがたくさんいましたね。いろんなところで見ました。綺麗な公園ですよね。山柄も言いました。高かったんですけどね、高い場所なんで分かりにくいですけれども、山柄ですね。こういうね、大木ですね、落葉してる大木、メタセコイアなどがねありましたね。シジュウガラもいましたね。これカワセミがいる島のところでですね、何羽かいましたね。千里南公園、柿の木がありましてね、メジロがたくさん寄ってましたね。メジロは柿が好きですね。メジロ以外の大きな鳥がいましてね、シロハラでしたね。シロハラも柿の実を
かじっていました。そしてですね、西尾城美滝見ましたね。これ竹やぶがあるところにね、お便所とですね、竹やぶがあるあたりに飛んでいましたね。これがですね、なかなか撮影しにくいですね。これ動画ですけど、動画でもね、追いかけるのが大変でしたね。同じ場所1秒ちょっとしかいませんからね、パッと見たら、1,2,3 とこう、ポッポッポッと移動するんですよね。写真でもしんどいと思いますね。鶴見の緑地でも西尾城美滝見ましたが、もうちょっとゆっくり止まってくれたんですけど、ここのはちょこ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 動き回ります。なかなかもう我慢してですね、追いかけました。追いかける、近づいて本当に追いかけたら逃げてしまいますからね、いなくなっちゃいますから、カメラで追いかけたということですね。飛んだ方にカメラを向ける、我慢強くですね、どっかいなくなったらまたそこへ立ってですね、まだ戻ってくるのを待っとくんですね。もう本当にしんどかったです。これあっち行ったりこっち行ったり、牛赤丸です。こっちと思えばまたあちら、あちらと思えばまた向こう、向こうと思えばまたこちら。でもたまに結構長い間止まってくれる場合があるんですね。これです。ようやく止まってくれましたね。今3秒か4秒。それだけ止まりますとね、こう止まってくれたら、カメラマンでしたら写真が撮れますし、私でしたらゆっくりね、それ動画を回転遅くして見ることができます。見てくれてありがとうございます。千里南公園で赤い帰りつぶり、そして西尾城美滝、しっかり見ることができました。楽しかったです。これからもよろしくお願いします。